はい、こんにちは。レック専任コーチの矢島です。今回はね、予備試験の受験生に向けた、直前期のね、応援動画ということで収録させていただいております。予備試験はね、まず担当試験に受からないとね、次の論文試験、そしてそのさらに先の口述試験にね、いけないっていうことで、まずはね、担当試験ってすごく大きな試験になるのかと思うんですよね。で、そんな中で今までこうね、きちんとこう計画的に順当に勉強していったっていうんであればね、それほど今そんなに心配しなくてもいいんでしょうけど、でもそうではなくてね、なんか勉強のスケジュールが遅れてしまったなっていうような時なんかは、今すごく不安をね、抱えてるんじゃないかというふうに思います。だけど結局試験の科目がね、予備試験なんかすごく多いです。担当試験もね、司法試験と比べたらすごく多いんで、そんな中でね、完璧にその準備をこうするっていうのはなかなか実際上難しいところがあるので、だからもし皆さんの方がね、今なんか間に合わないんじゃないかっていうふうに不安を抱えていたとしても、それって多分他の受験生もみんな同じなんですよね。で、そんな中で合格するかしないかっていうところがどこでこう分かれてくるのかっていうと、やっぱりこう最後までね、諦めずにこう勉強続けてきたっていうようなところになってくると思いますので、今ね、非常に、何かこうね、不安抱えて常にこうなんか悶々としたような気持ちで勉強されている方も多いんじゃないかと思うんですけれども、とにかくこう諦めずにね、最後までこう頑張っていっていただければ、必ずその努力がですね、試験のちゃんとね、点数に反映されるはずですので、とにかく今はね、余計な心配しないで、担当試験に向けて全力で頑張っていっていただければというふうに思うんですよね。で、担当試験は終わった後はね、おそらく選択科目、論文試験で選択科目の勉強がね、十分できてない人も少なくないんじゃないかと思うんですけども、まずそれが選択科目心配だったら、選択科目をまず集中して勉強するとか、あとはもちろん必修科目でもね、不安抱えたまま、ちょっと勉強が足らないなっていうふうに思うような科目なんかから優先して勉強してね、期間短いですけども、担当試験から論文試験までね、2ヶ月ぐらいしかないんですけど、その間効率よくね、自分のこう弱点を埋めるような勉強していただければというふうに思いますね。で、あとはもうね、論文試験さえ通ればね、気を緩めてはいけないですけどもね、口述試験の方まで行けば、いろいろこう対策の仕様っていうのが結構ありますので、その科目が少ないのでね、効率よく対策しようと思えば、その期間としては十分ありますので、とにかく論文、まずはね、担当を頑張る。そして担当の後はね、こう論文試験で、論文はすごく大変ですから、苦手科目からこう順番にね、こうちゃんと準備をしていくっていうことでね、とりあえず頑張っていっていただければというふうに思ってますね。最初の話に戻りますけど、今ね、すごく不安を抱えている方多いと思いますけども、それはね、他の受験生も同じだと思いますので、とにかく余計なことを考えずにね、最後まで諦めないで頑張るっていうことですね。よくね、合格した受験生からこうね、話を聞く機会があって、話なんか聞いてると、とにかくね、最後まで諦めなくてよかったなんていうふうに、よくね、合格者言ってますね。その諦めない気持ちっていうことがね、その合格にとって本当に大事だと思いますのでね、ここで今諦めてしまうとね、また最悪ね、翌年以降もまたこの試験の直前期になって、また間に合わないってなって、でまたそこも諦めちゃう。で、その諦めるってことをこうずっとこうなんか繰り返すような癖になってしまうとね、いつまでたってもこう試験に合格できないっていうことになりますから、とにかく諦めないっていうねことがすごく大事だということでね、最後ね、試験に向けて全力で、余計なことを考えずにね、勉強に邁進していっていただければというふうに思いますね。じゃあそんな感じで、今回のね、予備試験の、試験直前期の応援動画ということでね、お話はこれぐらいのところで、終わりにしたいと思ってますね。じゃあどうもご清聴ありがとうございました。ぜひね、試験の方頑張っててください。